はい、伊藤美誠選手のインタビューをお届けしました。それでは改めて4マッチのハイライトシーンをご覧いただきましょう。高島則夫さんとともに見つめていきます。柴田咲、王道、さつき、赤江と早田ひな、やっぱこのダブルスが終わってみれば重要でしたね。ですね、1ゲーム目ね、やっぱりなんて言いますかね、やっぱ早田の威力って言いますかね、はい、そういうのが目立ちましたし、赤江はそれをしっかりつないでというプレーがありましたね。早田の威力は目立ったんですけど、早田のサーブの時になかなか点が取れなかったんですよね。そうでしたね、はい、その分、まあまあ、赤江のサーブは非常に効果的でしたのでね、はい、赤江サーブ時得点取れなかったのが1回か2回ぐらいでしたね。そうですね、あ、このコンビ良かったですね。良かったですね。初めてでした。初めてとは思えないぐらい実力出しましたね、はい、早田ひなと横井さくら、1ゲーム目2ゲーム目は紙一重の接戦でした、ね、このコースが素晴らしかったですね、はい、ほとんど横井がこの勝負、あのこのコースに打たれ、今のコースです ね、このコースがちょっと手が出なかったですね、はい、それとミドルをね、多めに早田が打ってましたよね。ですね、まあ、早田よりも少し台に近づいた時の横井のプレーは非常に良かったですよね、はい、これでもだいぶ押し込まれてましたね、はい、そうですね、惜しかったですね。すごいカウンターですね、あのカウンターのコースがあるから今のコースも効きますよね。そうですよね、やっぱりもう左の人であれだけワイドに打たれますとね、届かないですね、はい、横井は残念ながら今日昨日とね、悔しい結果になりました、はい、そして伊藤美誠が岡田と対決、第1ゲーム競りました、ね、岡田よく前線したと思います ね、はい、いいプレーが多かったですね、はい、こういう試合をこうやれると何かこうちょっと吹っ切れて自分のプレーが変わってきますからね。岡田は20歳で T リーグ今年シングルス3試合ですけど、早田、石川、はい、伊藤、強い人ばっかりですからね、強い人ばっかりと、はい、非常にいい経験になったと思いますね。いいですね、まあ、この横回転のレシーブ絶妙ですね。そうですね、やっぱりこう台上コート周りっていうのが非常にあのピッチも速いですしね、はい、まあ、それがまあ一番のね、はい、あの伊藤のいいところですからね、はい、まあ、3ゲーム目のもう伊藤の本当にいいところばっかり出ましたよね。ですね、第2第3はかなりいい力が伊藤発揮できました。第4は王道と森桜、王道の徹底したバックへの攻撃、ね、王道の作戦勝ちですね、はい、王道のコース取りが非常に良かったです ね、はい、ということでマッチカウント 3-1 で日生がプレーオフ進出を決めました。激戦の2位3位4位は結局は2位トップ名古屋、3位日生、4位日ペということになりました。この日生と日ペのおー